皆様こんにちは。 Google Cloud カスタマーエンジニアの桃井博之です。 Google Cloud スタートアップ向けテクニカルガイドへようこそ。こちらはスタート、ビルド、グローという3つのシリーズを通して皆様が Google Cloud 上でサービスを開始、構築し、順調かつ持続的にビジネスを成長させていく、そのお手伝いをすることを目的とした動画のシリーズです。前回の動画ではアロイ DB でより高速な分析クエリを実行するために Google Cloud をどのように利用できるかについて紹介いたしました。本日のトピックはブロックチェーンスタートアップの構築と Google Cloud が Web3 ビジネスの成長にいかに役立つかについて説明いたします。ブロックチェーンテクノロジーが主流になるのに伴い、企業はよりスケーラブルで安全かつ持続可能なインフラストラクチャを活用してビジネスを拡大し、ネットワークをサポートできるようになります。しかしブロックチェーンテクノロジーには固有の課題があります。信頼性とパフォーマンスに優れたブロックチェーンのノードをホスティングすること、セキュリティを犠牲にすることなくアプリケーションのデプロイを高速化すること、高速で信頼性の高いネットワーク、それからパフォーマンスを達成すること、大量のデータに迅速にアクセスし常時データを暗号化してプライバシーを確保するなどです。 Google Cloud にはこれらの課題の解決に役立つ独自の戦略とソリューションがあります。 Web3 企業が Google Cloud を選択するのはインフラストラクチャのメンテナンス、運用を簡単にするカスタムツールがあり、運用コストが削減でき、業務を迅速かつ簡単に進められるからです。ブロックチェーンは永続的に保存および暗号化されるトランザクションデータで構成され、一種の分散データベース、分散型台帳として機能します。ブロックチェーンではデータの検証と保存を中央エンティティに任せる代わりに各ノードが実行します。ブロックチェーンのノードを少し詳しく見てみます。ブロックチェーンノードはブロックチェーンのトランザクション型のコピーを含むパソコン、ノートパソコン、サーバーなどのデバイスでございます。ブロックチェーンのノードはピアツーピアネットワークを形成し、すべてのノードの同期を維持するために常に最新のブロックチェーンデータを交換しています。それでは Google Cloud でブロックチェーンノードを運用するにあたってのコンピューティング部分を見ていきます。Google Cloud のネットワーキングとコンピュートエンジンは Google Cloud でブロックチェーンノードをホストするのに役立ち、デベロッパーはそれらの上に分散型アプリ、DApps を構築できます。また、VM インスタンスはマネージドインスタンスグループで管理できます。自動スケーリング機能があり、需要がある場合は自動的に追加の VM を起動し、需要が少なくなると、VM を削除します。特徴的なのは、VM の起動にかかる時間がわずか数秒であることです。これに加えて、Google Cloud のコンピューティングに最適化された VM は、ライブマイグレーションを活用してスムーズな更新と稼働時間を保証、パフォーマンスが 40% 向上します。ダッパーラボス、クリプトキティや NBA トップショットなど世界で最も人気のあるダップを提供している同社は、数百万人がフローブロックチェーンでネットワークに参加するピーク時でもトラフィックを処理できるプロバイダーを探していました。フローのマルチノードアーキテクチャの一部である実行ノード、エグゼキューションノードは、大量のユーザートランザクションを可能な限り迅速に実行できる高レベルのパフォーマンスが要求されました。つまり、デベロッパーに対しては低レイテンシーのアクセスを提供し、コンシューマーブロックチェーンアプリケーションに対しては超高速なアクセスを提供する必要がありました。フローは Google Cloud のコンピュートエンジンでノードを稼働しています。これにより、ネットワーク速度の向上と大量のトラフィックに対する信頼性の高いパフォーマンスが確保され、デベロッパーが大規模な分散型アプリケーションを構築することが可能になります。ほとんどの主要なパブリックチェーンには、公式またはコミュニティのサポートを受けている Docker コンテナがあります。したがって、リソースの最適化、運用の簡素化、自動スケーリング、チェーンの信頼性の確保のためにコンテナとコンテナオーケストレーションに注目するのは自然なことだと思います。企業は Google Kubernetes エンジンを使用して新しいプロトコルをサポートし、既存のクラスターを拡張して Web3 アプリケーションのグローバルインフラストラクチャーを構築できます。GKE を使用してモダナイゼーションを行うと、ノード、バリデータ、
ステーキングの自己回復、自動スケーリング、稼働率の向上が可能になります。したがってより安全で信頼性が高くアジャイルな方法でブロックチェーンアプリケーションを開発できます。信頼できるブロックチェーンインフラストラクチャープロバイダーが必要であれば、私たちの大切なお客様でありパートナーであるブロックデーモンを紹介します。ブロックデーモンはウォレット、API、ノード管理機能を含む包括的なブロックチェーンソリューションのスイートを提供しています。同社のプラットフォームは簡単な3回のクリックで起動できるイーサリアムノードからスタートし、アクセスしやすいステーキング、リキッドオンステーキング、 MPC テクノロジーなどを含む最先端技術のフルパッケージに発展しました。ブロックデーモンは GKE を最大限に活用し、コンテナレベルでノードをモニタリングしてノードを常に最新の状態に保っています。また GKE の革新的な自己修復機能により、管理タスクがシームレスに処理されるため、ブロックデーモンのチームとそのお客様は貴重な時間とリソースを割かずに済みます。 Google クラウド上のコンピュートエンジンと GKE を使用するとノードを運用している地理的リージョンをきめ細かく制御できます。レコーディング現在 Google クラウドは38のリージョンと115のゾーンで利用可能です。 Google クラウドコンピューティングを使用するとロケーションを柔軟に管理できるだけでなく、ファイアウォールルールや IP アドレス指定などのネットワーキングインフラストラクチャをきめ細かく制御できます。 Google の高パフォーマンスのプライベートネットワークはブロックチェーンノードを高スループットおよび低レンテンシーの相互接続で接続します。これは P2P ネットワークを構成しているブロックチェーンのアーキテクチャには非常に有効です。セキュリティとアクセス制御は Google の最優先事項でもあります。デベロッパーは Google クラウドの IAM、Identity and Access Management ソリューションと KMS、キーマネジメントサービスを介してユーザーに付与するアクセスロールのコンプライアンスを確保し、暗号鍵と署名を使用してデジタルアセットトランザクションを送信および承認することができます。最後になりますが、Google クラウドは業界で最もクリーンなクラウドであり、2007年からカーボンニュートラルを実現しています。また、サステナビリティポリシーロードマップの一環として経営幹部が発表した通り、2030年までにデータセンターを24時間365日カーボンフリーエネルギーで運用するという目標を掲げています。続きまして Google クラウドのマネージドサービスであるブロックチェーンノードエンジンを紹介します。セルフマネージドノードはしばしばデプロイが困難で、継続的な管理と時間的投資を必要とすることを私たちは理解しています。これはとりわけ中核的なビジネスに集中したい小規模なチームにとって難しい課題となり得ます。そこで先日 GA になりましたブロックチェーンノードエンジンです。これはノードオペレーションの必要性を最小限に抑えることができるフルマネージドのノードホスティングサービスです。 Google クラウドのブロックチェーンノードエンジンを導入するとデベロッパーは一つの操作で新しいノードをデプロイし、希望するリージョンとネットワーク、メインネットもしくはテストネットを指定できるため、これらのプロセスが迅速かつ容易になります。ユーザーは専用ノード、デディケーテッドノードを迅速かつ安全にデプロイし、ノードオペレーションの必要性を最小限に抑えることができます。ブロックチェーンノードエンジンは、ノードへの不正アクセスの防止に役立つセキュリティ機能も提供します。VPC ファイアウォールの内側にノードを配置すると、信頼できるマシンとユーザーのみがクライアントエンドポイント、JSON-RPC と通信できるようになります。Google クラウドが積極的にノードをモニタリングし、必要に応じてサービス停止時にノードを再起動するため、専用ノードを必要とする Web3 企業は、専任の DevOps チームを置く必要性が軽減され、トランザクションのリレー、スマートコントラクトのデプロイ、ブロックチェーンデータの読み書きを安定して行うことができます。イーサリアムはブロックチェーンノードエンジンによってサポートされる最初のチェーンです。これにより、デベロッパーは安全にブロックチェーンにアクセスできるフルマネージドのイーサリアムノードをプロビジョニングできます。これに加えて、ブロックチェーンノードエンジンは2023年末までにさらに多くのチェーンをサポートする予定です。ブロックチェーンビジネスをスピードアップして拡張するには、ブロックチェーンノードエンジンにご注目ください。サポートするチェーンの追加などのアップデートのために
定期的にリリースノートをチェックしてください。インフラストラクチャの設定方法について見ていただいたところで、 Google のデータと AI のプロダクトを使用してブロックチェーンデータの可能性を引き出す方法を見ていきましょう。ビッグクエリーは大規模データ分析機能を備えたデータウェアハウシングソリューションです。 Web3 の領域ではブロックチェーンの分析にビッグクエリーを活用できます。一般的にブロックチェーンは誰でも利用できますが、その意味を内容を理解するのは簡単ではありません。ビッグクエリーでは使い慣れた SQL クエリを使用してブロックチェーンデータにアクセスできます。つまり関心のあるブロックチェーンデータをクエリして疑問に対する適切な答えを簡単に見つけることができます。デベロッパーは Google の一般公開ブロックチェーンデータセットを介してブロックチェーンデータにアクセスできます。現在ビッグクエリーでは17本のブロックチェーンがインデックスされており、完全なブロックチェーントランザクション履歴データセットにアクセスできます。例えばビットコイン、イーサリアム、ポリゴン、テソスなどなどがございます。ビッグクエリーがどのように Web3 のお客様の役に立っているかを説明するには、業界をリードするブロックチェーンデータ分析プラットフォームである Nansen がいい例になります。 Nansen は Google クラウドと協力して高品質のリアルタイムマーケットインテリジェンスを Web3 の投資家に提供しています。これによりお客様は新たに市場に投入されたトークンなどを発見し、暗号通貨の分野における重要なイベントとトレンドのリアルタイム通知を通じてリスクを分析できます。クラウドパブサブ、データフロー、ビッグクエリを活用することで、Nansen は 60TB の暗号通貨取引のデータを保存し、1日あたり 5PB のデータを処理しています。これにより、ユーザーのために注目の DeFi コントラクト、トークン、NFT に関するクエリを作成し、リアルタイム分析をユーザーに提供できるようになりました。ルッカー、ルッカースタジオ、ビッグクエリーはリッチなデータドリブンエコシステムを提供しています。 Web3 企業はこれらのサービスを使用してオンチェーンデータを他の種類のデータと組み合わせて可視化し、スマートコントラクト分析を実行できます。それではデモタイムということで、ブロックチェーンアプリで Google クラウドコンソールをどのように使用できるのかを実際に見ていきましょう。このデモではビッグクエリを使用して Google クラウドのパブリックデータセットの一部を分析します。これらのデータセットはマーケットプレイスで一般公開されており、24時間ごとに更新されています。左側のハンバーガーメニューを使用してマーケットプレイスに移動し、ビットコインを検索します。次にビットコインクリプトカレンシーデータセットを選択します。データセットを表示をクリックするとビッグクエリ内で直接これを利用できます。ご覧の通り、このデータセットには複数のテーブルがあります。しかし、ビッグクエリーでブロックチェーンデータは実際どのように見えるでしょうか。この最初の例では、入力テーブルを使用します。クエリエディターでこのテーブルに対して非常にシンプルなクエリを実行します。データセット内のアドレスの残高を紹介するクエリをコピーして貼り付けます。このクエリを実行してみましょう。そうすると数秒で結果が表示されます。クエリが完了すると、ほぼ瞬時にたくさんの情報を取得できることがわかります。ここでアドレスとそれに対応する残高を確認できます。マーケットプレイスで検索するか、またはデータロケーションの名前を変更するだけで、他の暗号通貨データセットでも同じことが可能です。ご覧のように SQL を使用するだけで、さまざまなブロックチェーンの残高の分析情報をほぼ瞬時に取得できます。Google は他にもさまざまなブロックチェーンを一般公開データセットとして提供しています。最も人気のあるブロックチェーンをここにいくつか示しています。2つ目の例では、すべてのイーサリアムトランザクションを非別で集計する非常にシンプルなクエリを作成できます。これにより、イーサリアムブロックチェーンのトランザクション量を把握できます。一般公開データセットを繰り返しクエリするだけでなく、それらにサブスクライブしてライブトランザクションデータをストリーミングすることもできます。これを行うには Google PubSub を利用し、パブリックデータセットへのサブスクリプションを作成して、ビッグクエリテーブルにデータを書き込みます。
これにより一般公開データを使用してライブ分析を作成できます。また独自のライブダッシュボードでストリーミングデータを利用することもできます。ブロックチェーントランザクションは一時です。トランザクションが複数のブロックに存在することはありえませんが、いくつか例外があります。次の SQL クエリでそうした異常値を見つけましょう。このクエリはビットコインデータセットに含まれるトランザクションテーブルを使用しています。その結果、ブロックチェーン内に重複したトランザクションが2つ見つかりました。どうしてそんなことがあり得るのかと思われるかもしれません。 Google のソースデータに問題があるのでしょうか？もちろん違います。ビットコインは一時でないキーを処理できるバークレー DB を当初使って構築されました。サトシ・ナカモトがビットコインプロジェクトを去った後、新しい開発チームがレベル DB に置き換えました。レベル DB は一時のキーを処理できないため、デベロッパーはビットコインの改善案 BIP0030 を実装してビットコインのソースコードを修正する必要がありました。今ではトランザクションが複数のブロックに存在することは不可能になりましたが、重複が発生した古いトランザクションはまだいくつか残っています。ビッグクエリーと SQL を使用すればこのような重複を簡単に発見できます。ビッグクエリーを使用してブロックチェーンデータを分析する方法の例をいくつか見てきましたが、もちろんトランザクションデータの分析情報を取得したり、トランザクションデータを他の任意のデータセットと結合したりするなど、目的に応じてデータを利用する方法は無限にあります。それらすべてを SQL を使用するだけで実行できます。 Google クラウドは様々な企業と協力して強力かつ堅牢なブロックチェーンアプリケーションおよびソリューションを構築してきました。ベトナムと東南アジアの大手ブロックチェーンインフラストラクチャーの一つであるカーディアチェーンは、数百万人の個人と従来の企業がブロックチェーンを統合してビジネスを最適化できるように支援することを目指しています。 Google クラウドの簡単なセットアップとシームレスなインテグレーションにより、カーディアチェーンは全ての業界にブロックチェーンを広める取り組みを加速することができました。カーディアチェーンは Google クラウドのコンピュートエンジンとクラウド SQL を活用した Google クラウドのスケーラブルなインフラストラクチャーの助けを借り、非常に高い可用性とスムーズなユーザーエクスペリエンスを備えたサービスをさまざまな業界のお客様に提供しています。また、Google クラウドの導入により毎月のインフラストラクチャー費用を 27% 削減することができました。ブロックチェーンノードを安定的にホストするインフラストラクチャーとして、ブロックチェーンデータの可能性を引き出す強力なデータおよび AI ソリューションを提供するプロダクトを使用して、エンドツーエンドのブロックチェーンアプリケーションを構築する上で Google のソリューションがどのように役立つかお分かりいただけたかと思います。以上でこの動画は終了です。全体としては Google クラウドの Web3 事例の概要と、 Google クラウドが今後のブロックチェーンのスタートアップの構築にどのように役立つかについて説明しました。またコンピューティング、ネットワーキング、セキュリティに関するソリューションとブロックチェーンデータをさらに活用するために、 Google クラウドのデータおよび AI ソリューションがどのように役立つかについて詳しく説明しました。最後にデモをご覧いただき、お客様事例もご覧いただきました。もっと詳しく知りたい方は説明ボックス内のリンクから追加のリソースを参照してください。次回のセッションでは Google クラウドで革新的な ML ソリューションを構築する方法について説明します。最初に概要を説明し、注目のプロダクトであるコンタクトセンター AI とドキュメント AI を紹介して、その技術的な詳細を掘り下げていきます。またそれらのプロダクトの実際の動作をデモとお客様事例で確認していきます。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価ボタンを押して共有ください。また登録がお済みでない方はこの YouTube チャンネルの登録もお願いいたします。ベルのアイコンをクリックすると新しい動画が投稿された時に通知を受け取ることができます。私たちと一緒にスタートアップジャーニーを始めましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。